こんにちは、あけです。今日はこちらのパソコンが入って中がフリースでふわふわのクッションが効いてる 2A のトートバッグの作り方をご紹介します。パソコンが入ります。ポケットもつけますのでポケット側に入れてもいいですし、8号ハンプでしっかり自立します。ショルダー紐は取り外し可能になってます。サイズは横が33センチ、縦が25センチです。中がふわふわで可愛いですね。45センチファスナーの付け方もしっかりお見せしますので見ててください。用意するものからお伝えします。ファスナー45センチ、ファスナー上部、ファスナーの両脇にくる布ですね。ハンプ2枚、裏地2枚、表の胴体15センチ ×36 センチ、ハンプ4枚、エディカン用のテープ6センチ ×8 センチ、ハンプ2枚、持ち手48センチ ×9 センチ、ハンプ2枚、胴体の裏と内ポケットの裏36センチ ×27 センチ、フリース2枚の裏地3枚、そして内ポケット、パソコンが入るポケットですね。23センチ ×27 センチ、これがフリース1枚。それから底のまち73センチ ×12 センチ、ハンプ1枚、フリース1枚、裏地1枚、外ポケット22センチ ×22 センチ、ハンプ1枚、両面アイロン接着クロス、内ポケットと底まちを貼る分ですのでこの分があれば大丈夫です。ショルダー用テープ30ミリ幅を 1.3メーター、ナスカン30ミリ2個、 D カン30ミリ2個、移動カン30ミリ1個、以上です。この後全体像でお見せいたします。続いてアイロンが必要な作業からやっていきます。持ち手の部分をアイロンで形作っていきます。こちらも同じようにやります。エディカン用のテープ6センチ幅を向かい合わせて3センチにします。同じようにやります。外ポケットの入り口箇所を約2センチ折ります。マチですね、フリースと裏地を貼り合わせます。こちらを使います。フリースと裏地を貼り合わせました。内ポケットのフリースと裏地を貼り合わせます。ポケットのフリースと裏地がくっつきました。余ってる裏地を三つ折りにアイロンしておきます。それでは縫製に入ってきます。表ポケットは底を除いてコの字型にジグザグをかけていきます。ぐるりとコの字型にジグザグかけてきました。続いて D カン用のテープ、こちらにもジグザグをかけていきます。こちらも同じようにやります。ポケット口を表からステッチかけていきます。端から2センチのところですね、ステッチかけていきます。紐にステッチかけていきます。
もう一本も同じように縫います。続いてファスナーを作っていきます。ファスナーの半幅と裏地ですねを中表に挟みます。ここを縫います。半幅ファスナー裏地を3枚重ねて縫い代7ミリで縫っていきます。途中まで来たらこのファスナーの引き手を上げます。もう片方もファスナーを半幅と裏地で中表に挟みます。縫っていきます。縫い代7ミリで縫っていきます。このように縫えたらアイロンできれいに割っておきます。ファスナーの表からステッチをかけていきます。リーカン用のテープを塗っていきます。リーカンに通してステッチかけます。こちらも同じように塗ってください。Dカンをファスナーの真ん中に持ってきて縫っておきます。次はファスナー部分と底のまちをくっつけます。底のまちの表の半幅に中心に印をときます。そしたらファスナーを中表で挟みます。半幅の表とファスナーの表、これを重ねて、底のまちはフリースと裏地を貼り合わせてありますね。裏地側が表になるようにこのように3枚重ねます。ここを縫います。こちら側もここを縫います。縫い代1センチで縫います。ここを縫ったら開いて表からステッチをかけます。リーカンはファスナー側に倒して底のまちの際をステッチかけてきます。反対側も同じようにステッチをかけておきます。まちが輪っかになりました。そしたら裏地と表の半幅がペラペラしてるとまちをつけづらいので、ぐるりと一周縫い付けていきます。反対側もぐるりと縫っていきます。マチの中心に印をつけておきます。表地を仕上げていきます。紐を上下の半幅に挟んでいきます。
中心から11センチ開けたところに紐をセットします。上端から3センチ下がったところ紐の付け止まりにします。この付け止まり位置でこの字型にステッチかけてきます。こちらも同じように縫ってください。そしたら下部分の半幅を中表に合わせて縫います。ここだけ縫い代 1.5 センチで縫います。ここにステッチをかけます。もう1枚も同じように縫います。2枚縫えました。そしたら表面だけにポケットをつけます。ポケットの両端はアイロンで1センチ折ってあります。この入り口部分だけ二重にこの字型にステッチかけていきます。ポケットがつきました。表面ができたらフリースを裏から合わせてぐるりと縫っておきます。この持ち手は下に下げて縫い込まないようにします。反対側も同じようにフリースを裏から合わせておきます。そしたらパソコンの入るポケットを作っていきます。フリースと裏地を貼り合わせました。これを三つ折りにしてステッチかけます。裏地の表面とポケットの表面を上に向けて合わせて縫っておきます。ジグザグで合わせた方がいいですね。フリースを合わせたらマチを縫い付けていきます。マチの脇の中心にも印をつけます。上側の中心と中心、下側の中心、脇の中心、角のギリギリまでクリップを留めてきたら角に切り込みを入れます。角はこのようになります。ファスナー側の方も角に切り込みを入れていきます。マチをぐるりと縫っていきます。縫い代1センチで縫います。マチがついたらマチを内側に倒して裏地をかぶせてきます。上下の中心と脇の中心に印をつけておきます。カ
返し口を20センチ開けてぐるりと縫ってきます。裏地がぐるりとくっつきました。そしたら返し口から返していきます。片面ができました。中はフリースでクッションが効いてますね。そしたらここで返し口を手まつりで閉じておきます。はい、返し口を閉じてきました。次はこの反対側をマチとくっつけていきます。中表になるように返します。持ち手を縫い込まないように内側に折り込ん でこちらでぐるりと縫ってきます。角のマチの方には切り込みを入れてあります。マチの方を見ながら縫っていきます。はい、反対側もマチがついたら、このもう一枚の裏地、パソコン用のポケットがついていますね。このポケットを下側にしてマチを縫い込まないように内側に折り込んでかぶせてきます。返し口を20センチ開けてぐるりと縫っていきます。これで返し口から返してきます。そしたら返し口を手まつりで閉じていきます。はい、返し口が閉まりました。表に返していきます。したらね、最後はショルダー紐作っていきます。ナスカン2個と移動カン1個とテープ 1.3m で作っていきます。このテープは端が擦れますのでライターで炙っておけばほつれません。まず移動カンに通します。ナスカン1個に通します。移動管の線をくぐらせて、このようにくぐらせてきます。そして真ん中の2枚を縫い合わせます。ここを縫います。反対側はナス管を通してここを縫うだけです。取り外し可能なTwo-wayショルダーができました。